禅の精神は穏やかに、でも確かに、今も世界中に広がり続けています。トンチのようなね、あるいは基地に飛んだってあるでしょ、ええ、そういうトンチとか基地っていう、そういうものに相当する禅の世界のいろんな現象っていうのはたくさんあるわけですよね。今テレビがつまんなくなってきたのは、うん、みんな勉強してんですよ、うん、ええ、そうじゃなくて、うん、修行する世界っていうのはある、うん、つまり修行って何かっていうのは答えが、うん、教えるじゃなくて察しろって、うん、悟るって自分で気づくでしょ。呼吸の大切さっていうのに、まあ、一番あの初めに気づかれたのが、うん、まあ、お釈迦様であろうと、そうですね、そんなこともちょっと聞いたことがあるんです、はい、1500年前の釈迦 の、まあ、あの弟子たちに伝えたいろいろな言葉の中に、あの丹田呼吸法を、丹田呼吸法をしてると心が変わるだけじゃなくて体も変わると、こういう呼吸をするとこういうふうになるということを自分の体でもっていろいろ研究されたのがお釈迦様だなというふうに聞いたことあるんで、私もね、釈迦のことを調べてみてね、うん、あ、この人はすごい、あの、まあ、生理学者、あのニーチェっていう哲学者がですね、釈迦はあの生理学者だっていうぐらいに、うん、あの自分の体のについておそらく知り尽くしてたと。道元禅師はその永平公録という文献の中で、うん、ね、鼻から息がスーッと入ってきて丹田というところに入っていくんだと、うん、おへその下の三頭のところにあると言われて、ここに息がスーッと入っていって、うん、そしてまたここから息がスーッと抜けていくんだと、うん、お釈迦さんはそれを自分の実体験であの皆さん、あの弟子たちに教えて今日まで伝わってきてると。ですからこの丹田、下腹部を動かすっていうのが私たちの脳に効く、脳を変える、そういう働きをしてるんだと私は言って大丈夫だと思いますね。現代の僕らでもこうリアリティに分かるちょっと痛いなっていうのを描くためにですね、はい、あのキッチン道具でいたぶられてる系になってるんです、はい、真ん中ら辺ですかね、あのミックスジュースのあのジューサーにかけられたりとかですね。ミックスジュースにかけられてる人がトマトジュースのようになってるんですけど、心がけてる言葉はですね、あの忍忍とうとう、忍忍とうとうってね、あの達磨禅師の言葉ですもんね、はい、まさにその禅の精神、禅の気持ちで、はい、この素晴らしい絵を描いてるっていうことになるわけなんですね、はいはい。仏教の中では縁起空という考え方があって、基本的にはあの自己の確立と毎日による自己否定が続くことによって縁起空の世界を、うん、追体験する。私今の世の中ではですね、大変な問題が起きてますけども、疑ってみるっていうことが一番の力じゃないかと思いますし、今までの常識を疑うことから成長がある、まあ、それは飯塚館長もおっしゃったことは、批判するということからですね、常に自問自答して自己批判して成長すると、まあ、そこはもうまさに人間としての成長のベースなのかなって気がしました。経済が最優先していく論理みたいなものにちょっとみんな疲れてるのに、そこからに逃れられなくなってる感じがしていて、その中でやっぱりあのお茶室とか、あのやっぱりこうふーっとこう何て言うでしょうね、自分を見つめるとか、あるいは肩から入ってみるのもそうだし、いやいや、やる仕事なんて面白くないだろうし、いやいや、生きる人生っていうのも面白くないでしょうけど、これなら誰にも負けないっていうのを誰かこう自分で見つけていくでしょうね。なぜこんなにも禅は人の心を引きつけるのか。我が君におかれては軍勢を従え、播磨寺を西へ。科学、芸術、経済、そして日々の生活の中に、私たちはその姿を見つめてきました。420年以上もの間、
禅と共に歩んできた駒澤大学は、これからも禅と向き合い続けていこうと思います。